ああ、須藤です。ええ、残念ですが、倉橋課長の読み通りとなってしまいました。いや、まだ関西とのつながりは分かりません。ええ、そうです。やはり海外の組織が関係しているのではないかと思いまして。そうですか。わかりました。では私の方も手配します。ええ、あの任務は伊達さん以外にこなせませんから。はい、では。おう、連れてきたぜ。伊達さん、わざわざご足労いただいて申し訳ありません。ああ、紹介します。こちら公安部外事二課課長の倉橋警視正です。伊達さんの噂は金々、倉橋です。公安二課、どうしてアジア専門の公安二課がここに？実は昨日も伊達さんに連絡したように、今我々四課は近江連合の動きを追っています。ああ、寺田が殺された一件だろ。はい、ですが裏に海外、特に中国韓国系の組織が絡んでいるのではないかと。海外マフィアってことか。実は私たち二課は1年ほど前からアジア系マフィアの調査を進めてまして、近々何か大きな動きがあるという情報を掴んでいましてね。予想はしてたんですよ、こんな事件が起こるんじゃないかってことを。なんだって？私は倉橋課長から内々に要請を受けまして、数週間前から神室町の様子を探っていました。すると爆発は起こった。そうです、予想は的中してしまったわけです。だがそれが四課のお前と何の関係があるんだ？五代目近江連合直参、合流会二代目会長、合田隆二という男です。合田隆二、寺田殺害を実行したと思われる近江連合の実力者です。この男がどうした？実はその合田が爆発をほのめかす電話をしていたとの情報がありまして。これだけは言うとくが、わしとあんたら仲間やない。カムロ町を日の海にする目的が一緒なだけや。ことが終わったら赤の他人、わかっとるな？はあ、まあ期待していてくれ。この関西弁の男が合田隆二本人と思われます。なるほど、じゃあ四課と二課はこのもう一人の男が何者なのかを探ってるのか？そうです、この男の正体を探り出し、近江連合とつながっている組織を明らかにするのが狙いです。会話の場所は？全てのノイズを除去してみましたが、場所の特定までには至ってません。で、俺じゃなきゃできない任務ってのは何なんだ？実は伊達さんにはこの男に近づいていただきたいと思いまして。え？こいつは？そうです、伊達さんもよくご存知の男です。神室町でスターダストというホストクラブを経営する男、源氏名和樹です。どうして和樹を？実は半年ほど前、一度だけ合田隆二が神室町にやってきたことがありまして、その時接触したのが和樹なんです。だがそれだけで？それだけじゃないんです。彼には和樹という名前の他に別の本名がありまして。本名？ガンジンウ。彼は歴とした韓国人なんです。伊達さんにはそれとなく和樹に近づいて揺さぶりをかけてほしいんです。彼が韓国組織の構成員なのかどうか、それを探ってみてください。あなたと彼の間には1年前の事件で培った信用があります。これはあなたにしかできない任務なんですよ。
どう見ても伊達が撃ったようにしか見えん。これは何かの間違いです。これは現場にあったものだ。鑑識で伊達の銃のものと判明した。何度も申し上げる通り、彼は我々の極秘捜査に協力してもらっているもので。元刑事とはいえ、銃の携帯など許せるはずはなかろう。おっしゃる通りですが、彼の協力がなければミレニアムタワーを爆破させた組織を特定するのは難しい状況でして。君らが追っていた組織とは何なんだね。人言派です。人言派？何を言ってるんだ。人言派はとっくに壊滅したはずだ。いえ、公安部が半年前から内定していたところ、その残党がまだカムロ町に潜んでいることが分かったんです。確かな情報なのか？ええ、我々がマークしていたスターダストというホストクラブのオーナーはその可能性が高かったのです。なぜ公安部は正式な捜査を行わなかったのかね。和樹は用心深く頭が切れます。そこで倉橋課長から和樹と親しい伊達さんの捜査協力要請があったんです。事情は分かったが、このような結果になってしまったんだ。伊達を逮捕するほかなかろう。逮捕？これが公になってみたまえ。元刑事のスキャンダルとしてマスコミの格好のネタになるだろうが、すぐに伊達の身柄を拘束する手続きを取る。待ってください。現時点をもって本捜査の指揮権を捜査一課へと移行。人言派の事件においても同様だ。公安部も四課もこれ以上の手出しは無用だ。分かったね。はい、分かりました。以上だ。倉橋課長。分かっています。伊達さんのことは私にも責任がある。いい方策を考えてみます。あんた一家にいた。お久しぶりです。どうしたんだ、こんなところに。ええ、ちょっと。ハルガ、少し桐生に話したいことがあるんだ。表にいてくれないか。うん、わかった。これを見てもらいたい。倉橋の持っていたデータをコピーして須藤に解析してもらったんだ。これは佐山と合田隆二の経歴だ。合田隆二の両親の欄を見てみろ。ジョン・スヨン、まさか。佐山薫と合田隆二の母親は同一人物なんだ。ということは。今帰ったわ。どうしたの？そんな深刻な顔をして。いや、彼とは初めてだな。警視庁四課長の須藤警視正だ。はじめまして。はじめまして。府警四課主任警部補の佐山薫です。私は捜査の続きがありますので、これで。ああ、時間がありません。キリュウ、聞こえるか？もうすぐ爆発する。早く逃げろ。おじさん、